皆様こんばんは。えー、EY ジャパン新日本有限責任鑑想時のメンバー、えー、やってまいりました、えー。4法人ですね、最後の登場となります。えー、司会を担当させていただきます、公認会計士の砂塚めぐみと申します、えー。私はですね、2002年に公認会計士試験に合格して、当法人に入所いたしました。 現在の仕事はですね3本柱ございまして監査採用研修担当となっております入社してからです、ね、10年以上監査一筋で仕事を続けてきましてその経験がですね公認会計士の採用や後輩向けの研修や外部セミナーの講師の仕事の基礎となっております。 またあの東京実務補修所の副委員長も務めておりますのでそのうちですね皆様に補修所でお会いする機会もあるかと思いますもうですね3月も終わりに近づいてきてすごくいい季節になってまいりましたね 私ども東京はですね日比谷にオフィスを構えておりましてそのすぐ隣はですね日比谷公園非常に緑鮮やかで毎日散歩をしたくなりますきょうは春色をテーマにしたファッションショーというわけではなくてですねもう私たち EY の魅力を存分にお伝えしたいと思います。 先にですね、皆様のお手元に白いくつかあるかと思います。パンフレット、いわいのボールペンもですね、ぜひお使いください。また、その中に1つですね、EY 新日本監査法人春のイベントという告知のチラシが入っております。こちららはですね、4月11 1日日土曜日1時から 3時までですね。東京事務所で開催いたします。ご興味ある方はですね、ぜひお申し込みいただきたいと思います。はい、ではですね、まずはですね、柴山パートナーよりですね、まあ EY の概要について、そしてその後は3名の会計士より皆様が気になることについてですね、今日は。 特別サービスです。エレックド皆様にだけ施策をお伝えします。それでは柴山パートナーお願いします。どうもこんにちはこんにちはあの柴山です。よろしくお願いします。 あのリクルートを担当して、まあ、去年からあの採用担当ということであの合格された方のです、ね、定期採用ということをまあ担当してやってますであの自己紹介するってことになるとあのホームページで私の同じ顔がです、ね、ホームページに出てたりとかしてましてあのそこをご覧いただければとは思うんですけどもあの、まあ、昔はです、ね、入所してから最初の頃はです、ね、工場ばっかりってです、ね、メーカーさんが多かったんですねで、まあ、一生多分あの監査メーカーさんの監査で,です、ね、仕事進んでくるのかななんて思っていましたら 今はほとんど小売業であったりですね、流通業であったり、そういったところの仕事をしてます。で、私、リクルート採用担当もしてるんですけれども、その一方で、小売セクターとあの監査法人ってですね、やっぱり小売,業小売業であったりとかですね、例えば消費者製品であったりとか、鉄鋼業であったりとか、いろんな業界のです、ね、スペシャリストを最終的には育てていこうというようなスタンスで、今、人を育ててます。で、私はあのあの最初のです、ね、入り口とは全く違って、小売になってしまったんですけれども、今、小売業というところで、あの自分の 何、ね、て言うかな知識というのを、まあ、研ぎ澄まさせていくというようなことを今やってます。でまあ、あの初回はそこですけど、まああの 芸歴で言っていいものかというのはよくあるんですけれども、20年です、まあ、それぐらいの年だというふうに見ていただければということと、まあ今年に21年目に突入をいたしました、でまあ、息子はですね、まあ、中学校、来年来年というかこの4月で中1になるので、まあ、大体出来上がったかなというふうに思っているんですけれども、まあ、出来上がってないですね <laughs> 下の子はですねまだ実は2歳でもう一頑張りというか、21年目にして、ですねもう一頑張り、二頑張りしなきゃいけないなというふうに思っている状況。 でございます。あのー。 いろいろなリクルート活動採用活動の中で多分皆さんといろんな機会でお会いすることが多分繰り返しあるのかなというふうにあの期待を持っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ということで祝いの,、e、の良さとかですねまあそういうお話もあの細かい話はですね実はお手元のところにあのなんか明るいですね緑のある雑誌があるのかなと思いますがそこに詳しく結構書いてあります。なのであのちょっと私の個人的な目線というか私的な目線で祝、e、いっていうのを まあ見ててみよううかなというふうに思ってますであの私ね実はあの事務所に入ってそれこそ芸歴20年ということなんですけれども結構事務所好きです。新日本監査法人祝い新日日本本監監査査法法人ってすごい何で,で,で好きかというところなんですけれどもそれはですね結構やらせてくれるというか、まあ、やってみなはれ的なあのこういうことをやりたいんだけどつってっやってみなさいというところがですね結構好きです。 で例えばあの私がいつも周りで働いてるうちの1人にシニア,のシニアっていうのはです、ね、入賞して56年目ぐらいですかね5、6年目ぐらいの会計士がいるんですけども彼はあの監査をずっとやり続けていて。 ななんとなんとく秋っぽいんでしょうかね。あ,の監査あんまり好きじゃなくなってきたとつまらなくなってきたとで何かやってみたいけど何かまあ勇気もないんでってことだったんですけども、まあ、せっかくだから何か周りで募集がかかってるものに対して手を挙げてみなよっていうような話をしたら、まあ、あの本人あの英語そんな能力はないんですけどもそのあるグローバル企業のですね海外の IPO の、まあ、ちょっとやってみないかっていう誘いがあのよく出るんですね社内ででですすねね海海外外のの IPO だったりとかです、ね、海外の内部統制をですね。 向上していくためのですねなんとなくプロジェクトみたいなのが大体出来上がると募集がかかっていくんですけどもその募集にですねなんとそいつあの彼はですね手を挙げてそれでやることになりましたで、まあ、1年半ぐらいのプロジェクトだったんですけどもそのプロジェクトの中でお客様へのアドバイスとかサポートっていうことの一環とともにですね海外の監査人であったりとか海外の子会社のそれこそまあ英語対応のネイティブな方とのメールのコミュニケーションだったりとかですね喋ったりするコミュニケーションはまだ本にきつかったんですけどもメールなんか のコミュニケーションも頑張ってやって気がついたら1年半で相当伸びました。 でまあ、本人としてはですねあの勇気出して手を挙げて本当に良かったと思って今何してるかというと監査の部門ではなくてアドバイザリーの部門にですね自分から手を挙げて移動していきましたで昨日なんかもあったんですけど本人すごく喜んでいていや今すっごい楽しいですよっていうふうに言うというようなことであのこれがですねまさに私が思ってる私たちの事務所のすごい良さなのかなというふうに思ってます皆さんんも将来会計士ににななっっててていろんな形で世の中に貢献してくることって あると思うんですけれどもその過程の中でやってみなはれとやってみな新しいことにチャレンジするっていう勇気さえあればいろんな経験をしていろんな会計士になっていけるっていうところがすごく皆様にお伝えしたいところかなというふうに思っています。でそういうい中であの、まあ、私たちのの会計士の業界に対して結構大きな変革が 求められてきてきますでそれがまさにです、ね、皆さんのチャレンジするです、ね、そのいろんなその場所があるということをお伝えしたいなというふうに思ってるんですけれども昔と今の大きな違いって日本企業を皆さん見ていただけるとかなりグローバル化してますよね。 で日本企業って昔はです、ね、あの日本の国内の需要だけで十分飯食っていけたんですねそれだけでいい会社になれたんですねただ今、内需はこういうふうに厳しい状態やっぱり人口も気が付いたらどん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 小さくなってくるという状態それからいっ、まあ、一時前は円高があって海外で物ののを作らないと本当に戦えないというような状況で日本の企業ってどん,どん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 海外に出始めてきてるんですね。これがやっぱ5年ぐらい前の出来事で で今だん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 その海外に出てきている人たち会社さんがある程度実績を積み上げてきているという今状況です。うん でそういうところで今どういうことが起こ,起こってるかっていうと昔は日本企業ってあの日本の国内のことだけで頑張ってればよくてでかつもう知,知識とか蓄積ノウハウなんかも蓄積されてるんで例えば人事の話であれば人事部門とかそれから法務の話であれば法務部門そこだけでやっていれば十分よかったっていう時代から今何が起こってるかっていうとどん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 グローバル化したことによってあの 問題がすごく複雑になってきてきるんで,す、ね、であの人事部だけが人事の海外のです、ね、人材の給与のこととかそういったところを人事部だけで片付けるってことがもう今できなくなってきていて海外事業部の人とかそれから場合によっては海外の法務の問題があったりとか海外のタックス税務の問題があったりということでその会社の方もですね昔は人事部だけ総務部だけって 法務部だけっっってててていううとこでででややた作業がみんんななるるようになってきてるんですね要するに部門の垣根が取れてきちゃってるとこういう状態になってきてでそれに対して実は私たちの監査法人とか会計士も大きな,あのなんていうか職域の拡大が生まれてきてるのがそことの兼ね合いなんですけどそうすると会計士も昔はですねいわゆる経理部門とずっと監査でお付き合いをして1年間回していくといったような時代からそうではなくてあの いろんな法務の方とかそれから税務の方とかそういう人たちとしっかりディスカッションするようなそういうことができる会計士監査人っていうのが求められるようになってきてるんですねで一人のプロフェッショナルとしてですね法務も完璧というわけにもいかないしそれから税務も完璧というわけにはいかないので今監査法人の中でどういうことが行われているかっていうと あのフォーサービスラインっていうふうに書いてあるんですけど実は私たち EY 新日本って監査だけの商売人じゃないんですねもうそうではなくてそれこそ税務であったりとかアドバイザリーであったりとかそれから これトランザクションのアドバイザリーサービスっていうのはもう M&A のサポートであるとか、もうそういったいろんなですね会社の中で起こりうる異種に対してサポートできる体制をみんなで作っていこうということになってきてます。これ言うなれば皆さんの会計士としてのですね仕事場がどん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 監査だけではなくてどん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 広がってきているというところをぜひお伝えしたいなと思ってこんなスライドを作ってきました。先ほど最初あの海外頑張ってやりたい。 今アドバイザリーに行ったた人間って言いましたけども最初はですね会計士っていったら監査だけだと思って本人監査で入ってきてで監査の仕事をしてでも気が付いたらいろんなことができるんだなというふうに気がついて今アドバイザリーになって本当にいろんなところに出張してですねお客様に会計的なアドバイスをサービスを提供しているという状況になっています。なのであのぜひですねそ,そういった意味であの皆様の,その将来っていうのは相当開けてきているんだと。 多分先輩の話を聞いてると監査で現金数えて商標突合をもう必死にやってるっていう人たちいっぱいいてつまらなさそうにしている人もいるのかもしれないんですが実はそれは3年目、4年目までの修行の期間で5年目、6年目、7年目ってなってくると本当にいろいろなですね価値っていうのが出てくるっていうところをぜひ皆さんにお伝えしたいなというふうふに思っています。 じゃあそうした中でどういう人材がやっぱり求められるかっていうところのヒントをお話ししたいなというふうに思ってるんですけれども。 求める人材っていうこれあの私ども求める人材っていうのを定義してるんですねでこういう人材に皆さんなってほしいということで教育訓練もしてますでその一番下のところにやっぱり新しい価値見いだせるクリエイティビティを発揮する人とか物質の本質を捉えるあ物事の本質を捉える洞察力に優れた人といったところを求めてるっていうふうに書いてあるんですけどもこれまさに先ほどこの時代になってきてグローバルでいろんな多様な案件が出てきて本当に その道なき道を行くってことがもういろいろなところで起こってるんですね。みな皆さんで考えて、えー、正解はない中で試行錯誤しながらよく言うみんなで話す言葉に走りながら考えると走りながら考えてあの課題を解決していくという時代に大きく変わってきていてそのためにはこういうような発想を持っている人が必要だというふうに私たちすごく考えてます。でそこなんですけれどもあの じゃあよく考える人ってよく本に書いてありますよね、考え,もう今考える時代ですと、皆さんもう安心してるかもしれませんが、大学受験のですね大学の試験制度も変わって、従来のその知識型からやっぱり考える力っていうのが求められる時代になってきているというふうに言われているかもしれませんけど、やっぱり考えるということがすごく大事だというふうに言われています。 じゃあ考えるって結構難しくて僕なんかもね考えろ考えろって言って一生懸命あのお風呂の中に入って考えたりとかしますけど考え方のどういうその切り口で考えたらいいかって分かんないとただ単に考えてるだけで何も生まれないということになるというふうにあの思っている中であのプロフェッショナルの人たちってどういうふうなことをやってるかっていうとあの仮説思考っていうのを使ってるんですね今日それを皆さんにお伝えしたいなと思って今日あの持ってきたんですけど仮説思考です。で何を言いたいいたかというとう 例えば皆さん棚卸しに行きますとか棚卸し立ち会いに行った時に在庫の評価とかが本当に適正なのか大量品の評価って正しいのかといったようなところを皆さんチェックされるようなこともそういうのって監査論とかでありますよね。 ありますよねいった時に仮説思例えばほこりかぶってるのがあったらこれなんでほこりかぶってるんだろうとかこれ当たり前ですよ、ね、ほこりかぶってるって滞留してるわけですからでさらにちょっと突っ込んでいくと同じ商品なのにこっちの場所とこっちの場所でわざわざ分けてるってことは何なんだろうっていうふうに考えて自分でストーリー書くんですねこれは分けてるってことは片や一つはちょっと物が壊れちゃってるとか不具合があるからかもしれないねってこれ仮説なんですね。でその仮説を縦 相手の人にそれを確認してそれがビンゴなのかいや違いますというところのこの繰り返しをやることがまさに考えるということだというふうに言われていますなので考える考えるって何かっていうと皆さんが創意工夫を持ってストーリーを考えるとストーリーを考えてそれが合ってるかどうかっていうのを確かめるといったところが考えるっていうことですこれ監査人の非常に重要な要素です例えばあの 例えば iPhone5 か,らで iPhone 5, か5から6に変わりましたと。 である担当している会社のお客様が iPhone 向けに部品を供給している会社だとじゃあ、世の中で,で、ね、iPhone6 が出るといったときにどう仮説つけるかというとじゃあ iPhone5 の部品ってもしかしたら滞留するかもしれないねとそういったことに対してどう会社が手当てしてるのかなというこれストーリーの仮説なんですね。といったところを確かめにいくということが鋭い監査人になっていくというところをぜひお伝えしたいなというふうに思っています。 あの仮説思考っていうのはですねあのインターネットでまあ検索したりとかするといろんなところでプロフェッショナルファームの仮説思考みたいなやつがです、ね、本で集まってますんで私なんかも今仮説思考にかかる研修なんかも、あのー、3週間に1回ですね徹底的にやられたりとかしてますので是非皆さんもあの普段の生活の中でいろんな仮説を立ててその仮説を確かめると。 ということを繰り返してやることによって会計士だけではなくてやっぱりプロフェッショナルとして引いては素晴らしいビジネスマンとしてですねやっていけるような人材になっていけるんじゃないかなと思います例えばまあ彼女がいて彼女から最近メール来なくなったねと言った時にメール来なくなった理由がただ単にまた他の人のとこ行っちゃったっていうのも一つのストーリーだしその相手の人が実は実はすごい悩みを抱えてるから返事が来ないのかっていうのも一つのストーリーだしそれから もう一つはあのー。 忙しいからメール送らないのも一つのストーリーだしプロフェッショナルはいろんなオプションを考えるんですね仮説をその中で何が正しいのかっていうのを検証してそれが間違ってたんであればどこで間違ったのかっていうのを分析するっていうことがプロフェッショナルでプロフェッショナルじゃない人っていうのはすぐ短絡的にあこ誰かを外に作ったなと思っちゃうっていうのがこれプロフェッショナルじゃないというふうにあの先日研修で受けましたんで皆さんにフィードバックしたいと思うんですけどあの、まあ、そういうようなですねあの ものになりますであのこれが今日お伝えしたいことだったと思うんですけどあのあとちょっとですね少しあのさすがに私どもの法人のお話をしないといけないなと思って皆さんお手元にですね EY の EYEY、e、って書いてあるようなありますあのちょっとお手元の資料をえー、っとですねあります これねこれねこれあのどういうものかっていうとちょっと EY のことをご紹介したいなと思ってお話したんですけど私たち EY のメンバーファームに入ってるんですがあのー E、のです、ね、これ世界で最も魅力的な企業ランキングってこれグローバルの,です、ね、あの先進国も含めた先進国のです、ね、大学生に対してアンケートを取っているんですね。でいろんな企業の中で皆さんの好きな人気企業ランキングです。好きな企業どこですかと日本だと就職のランキングとかで金融機関であったりとかそういったところが一番上に上がってきたりとかするかもしれませんけど実はグローバルの人たちってあの目線が結構違うというところをお伝えしたいなと思っています。 だと思うんですが実は2番手、3番手、4番手、5番手ってなじみのある名前だと思いますね。まあ、私たち EY って去年も実は2番手であの他のファームさんはそうではなかったんですけど <laughs> あの2番手3番手は PWC さん4番手 KPMG5 番手デロイト下ご覧いただけるとマイクロソフトだったりとか PG さんだったりとかです、ね、ゴドマサックスって、まあ、すごいあの会社の中で実は EY ってあのグローバルですごく評価しているあの会社だというところあとアカウンティングファームそれがグローバルの中ですごく あの評価されている業界なんだというところをぜひですねあの認識していただけると皆さんの活力湧いてくると思いますあのどんどん々企業がグローバル化して私たちもグローバル化することによって日本の中ででもですね評価価値っていうのも必ず上がってくるというふうに思ってますなのであのすごく必要な業,業務だと思ってますのでそういった意味でぜひこれ頭の中に入れてあの自分たちも将来あの なんていうかな素晴らしい業界として評価されるようにぜひ引っ張っていきたいというようなお気持ちで,です,、ね、あのすごく今、大変だと思うんですけれども勉強を、ね、頑張っていただければ嬉しいなというふうに思ってます。それからあとですねちょっと少しお話ししますとこれも「EYJAPAN キャリアプログラム」っていうふうに書いてあるんですけどこれあの私たちの監査法あこれちょっとこっちがいいですねすみません。 わ y ジャパンキャリアプログラムっていうふうに書いてあるんですがこれ私たちの事務所の中に入って。 でその監査だけじゃなないっていいととうころの一つのつ切り口をお伝えしししたた思ってご準備しましたで私どもあの監査経験を積んだ人たちが将来的にどこに向かっていくかというと例えば、観光庁私たちの法人でパブリックは非常に強いものですから観光庁のところにです、ね、出向に行ったりとかそこでキャリアを貯めていったりとかあるいは海外の駐在ですねあの世界で約50か所ぐらいの海外の駐在があります。 あの実はな,なんで海外が重要かってさっきグローバル企業になってきたって話を申し上げましたけどもこの一つの連結財務諸表ってこれを一つイメージしてこれが一つの連結財務諸表だとすると従来はこの8割9割が日本だったんですね。なので監査人としてどうするかっていうと日本だけでしっっかり頑張てそれがどん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 あのお客様がですね海外に展開されることによって。 これが六割になったり今五割から六割の世界になってきてるとそうすると残り三割四割について誰が見るかって言ったらまあ自分たちが現地に行ってガリガリやるっていうのもありますけれどもこれは現地の言い合いであったりとか他の監査人の方にやってもらってその結果を私たちが他の監査人に依拠して自分たちの意見として監査報告を出すというやり方に大きく変わってきてるんですね従来は監査報告を出すために自分たちが自分たちの足元だけしっかり見てればよかったっていう時代から そうではなくて海外の監査人にしっかりと監査をやってもらってその結果を吟味して彼らがやったことは正しいというふうに判断した上で監査報告を書くようになってきていると。 これ何が言いたいかというとやっぱり海外の,あの監査人としっかりコミュニケーションできるような人材がすごく必要になってきたというところです。今日あのいるメンバーもそういうことに向かって頑張っている人いっぱいいるんですけれどもあのそういったところで海外の駐在とかこの下に書いてある GEP って何かと言いますとグローバルエクスチェンジプログラムということであの監査ってご承知の通り日本が発祥ではないんですね。やっっっっっぱりりりり US ででで、ああたりだったたただとととか、UK であったりとか、そういったところで なんか先進国なんですねでその USUK の監査チームに1人の日本人1人というかまあ日本人をですねドンと送り込んで監査チームの縦のラインの中に入れて頑張ってもらうとそしてあの先進監査の先進国である現地の,あのチームと学ぶことによって日本に帰ってくるというようなあのプログラムをご準備しておりまして今それに向かって頑張ってあのこれ結構研修大変ここに行き着くまでもですね英語一生懸命頑張ってみんなやってるんですがそれを受けてあの現地に行ったりとかして まあ,あの本当に海外行ってみたいなという方がいらっしゃれば駐在っていうルートもあれば GP で現地の監査チーム入るとかいったところをのの目指されるのはすごくいいなと思ってますしその方が戻ってくれば戻ってきた時にいろんなそのグローバルに展開しようとしている監査チームに入ってしっかりとこうパフォーマンスがはっきりしていただけるということで私たちも嬉しいなというようなあの研修になってます。 左上が何かというとシニアチャレンジプログラムということでこれ何かというと一般企業にです、ね、2年間とか何年、まあ、3年程度とか書いてありますがあの現地に出向するというプログラムです。 これもですね結構すごいえがたい経験で監査法人にいながらにして一般事業会社に出向していろんなですね会社の中のラインの中に入って仕事ができるというような非常にあの楽しい面白いプログラムでこれもですねみんな結構一生懸命手を挙げていってます。で日本,に日本じゃなくてあの事務所に出向が終わって戻ってくると監査だけじゃなくてアドバイザリーの経験。 会社にとってどういうことがアドバイスしてほしいかっていうことが分かる人材になりますのでアドバイザリーの方に戻ったりとかしながらみんな活躍しているというようなあのそんなプログラムに なってますぜひですねこ,こうやってみんな活躍してる人たちがいっぱいいますそれも結構普通の人が言ってますんでものすごいあいつ優秀だなとかあのまあいうふうに言わないと怒られるかもしれないですけどもあの、まあ、優秀なですね優秀なのは優,優秀でもないとも言えないんですけどもまあ普通の人が普通の一般の人が一生懸命自分で考えて考えて積み上げてこういったところをゲットしていっていろんな活躍の仕方があるということをあの皆さんにお伝えしたいなと思って今 スライドもご準備いたしましたということであの一通りお話をちょっとねあっという間だっ であのお話しゃべり直してしまったところもありますけれどもこれからあの皆さん試験がいろんな形で担当であったりとか論文であったりとかあろうかと思いますけれどもあの本当にねあの泥沼なような状態で皆さん頑張られてると思うんですがあの落ち着いて頑張ることによって少しずつでも伸びていくと思っておりますので是非夏にねまた改めてお会いできることを楽しみにしております。 はいではですねこれからあのレック出身のメンバーにですね私の方からいろいろ質問をさせていただきたいと思いますまずですね先に自己紹介をしてもらいますでは一人目ですね伊藤美咲子スタッフお願いします皆様はじめまして EY c 日本に入所して4年目になります伊藤美咲子と申します 私はレックの出身でして初めはこちらのレック渋谷港で入門講座を受講しておりましたそのっ、えー、とは新宿港ですとか水道橋港にも行って、えー、と最後の追い込みをしていたという感じですで仕事の方なんですけれども普段はえっ、ー、はコピー機ですとかプリンターを扱っている製造業の会社に入社時から担当しておりますそれ以外には えっとお肉を扱っている外資系の企業ですとか、あとは総合商社の子会社なんかも担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では二人目木崎レイザースタッフお願いします。皆様はじめまして、EYC 日本の木崎レイザーです。入社三年目で初回はスタッフです。 受験生時代はレックの新宿校と水道橋校の方に通っておりました私は前職があって大学を卒業してすぐに銀行に就職いたしました会計士の勉強を始めたのは銀行を退職してからでこれからどうなるんだろうという不安を抱えながらこのレックで勉強しておりました今は無事合格して UIC 日本に就職し 主に国内の製造業やサービス業の監査に携わっております全職の銀行で培ったお金を数えるという技術が現金実裁で役立っております <laughs> え皆さんも今は不安なことがいろいろあるかと思いますがレックで頑張れば大丈夫です え本日は自分の受験時代を振り返りながら、えー、皆様の監査法人へのイメージが少しでも湧くようなお話ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。では3人目ですね、野村大輔マネージャー、お願いいたします、はいえー、皆さん、初めまして、EYC 日本のマネージャーの野村大輔と申しします本日はよろしくお願いいたします。 私も皆さんと同じく受験生時代はレックに通っておりましてもう10年以上前になるんですけれども水道橋校に行っておりましたあの当時は大学にも6人行かずにですね毎日原付バイクであの水道橋に通ってまして <laughs> まあ水道橋ってあの他のまあ学校なんかも結構あると思うので、まあ、会計士の受験生いっぱいいるんですけれども、まあ、その中でひたすら勉強してい,てとい,していたと、まあ、そういった時代でした で今は、いわし日本でまあ監査のマネージャーということでまあ監査をメインでやってるんですけれどもまあそれ以外にもコンサルティングなんかも結構やってましてあの企業賠償の時の財務デューデリーであったりとかまあ内部統制の効率化であったりとかまあ数字じゃない部分ですねまあそういったあたりも担当しています、うん。 はい、でそれからまあ法人外の活動にはなるんですけれども、日本公認会計士協会の広報委員というのも務めておりまして、まあ、本日のこういう企画の趣旨ともあってはいると思うんですけれども、まあ、職業としての公認会計士の魅力を伝えていくと、まあ、そういったあの仕事もしているといった形になっております、あの本日、お役に立てるお話できればと思っておりますので、あのどうぞよろしくお願いいたします。 はいではですねここからの質問をスタートしたいと思いますはいまず一つ目の質問ですね日頃どんなお仕事をしているのでしょうかでは伊藤スタッフお願いしますはいえー、と監査の仕事はですね本当に年間を通して季節によっていろんな作業をしてますのでえっ、ー、とここでは今日の午前中に やってていいいいたた仕事について紹介したいと思いますまず私は先ほども申し上げましたけれども比較的大きっな製造業のクライアントについておりますので朝は事務所に行くのではなく直接クライアント先のお借りしている監査部屋というところに行きます。でまあパソコンを立ち上げてメールチェック等をした後には本日はですね3月末に 有価証券実査を行いますのでそちらの日程調整とであの実査でどういった作業をするのかという説明をするために経理の担当の方と打ち合わせをしておりましたでそれが終わった後はですね、えーとまあ、そのクライアント先の子会社でベトナムに工場があるんですけれどもそちらの監査をしている まあ、EY ベトナムの監査人から、まあ、原価計算に関する質問がメールで来ておりましたので、まあ、それに対応するために、まあ、英語でメールのやり取りをしていたという感じですでまあえー、と午前中は終わってチームメンバーと一緒に、まあ、近くのおしゃれなイタリアンでランチをして <laughs> 終わりました。 でまあ、このような形で普段はまオフィスワークがほとんどなんですけれども、まあ、2月末にですね、えー、とそちらのクライアントの棚卸し立ち会いに行きまして、まあ、すごい寒い倉庫の中で、まあ、大きなコピー機の機械からもうこんなちっちゃい部品まで、えー、結構一日中数えてですね、まあ どんな商品がよく出荷されますかですとか、まあ、どんな感じで倉庫の保管してますかなんて話を現場の方とお話ししたりですとか、まあ、そうですね本当に毎日やることが違うのが監査の仕事かなと思います。 あ、伊藤さんベトナムはご自身行かれたことはあるんですかいや私はないですあ、じゃあこれからそうですねこれから行きたいなと思ってますねは,はいもう私ちょっと今お腹空いてきたんでイタリアの話の方が気になっちゃいましたけど <laughs> 結構チームではランチ行ったりまあ、飲みに行ったりも多いんですかねそうですねあのランチは基本的にチームメンバー全員で外に食べに行くっていうふまあ、習慣になっているのでまあ、必ずその ランチ大臣みたいな <laughs> 周りのレストランをよく知っているメンバーが必ずいるので、まあ、その人とかと今日はどこにするなんて話をしながら。 はいそれも楽しみの一つですね,ま,あそうですねまたあと工場行くと社食があったりですね結構仕事中はみんなピリピリしていてもですねランチの時は和やかにですねあの過ごしていることも多いですね、まあ、棚卸しもねあの結構大変で私もあの冷凍倉庫にですね入ったりとかそういう経験もありますのでぜひ皆さんもですねあのそのうち経験されると思いますはいではですね質問2つ目に移りたいと思います。 ははいでは続きまして、ですね、えー、木崎スタッフより、ですね、えー、受験時代と今、ですねどう変わりましたか、お願いいしますはいえー、受験時代と今を比較してということですが、えー、私は受験時代はひたすら家に閉じこもって、1人で勉強しておりました。 予備校に受験生仲間はいたんですけれどもあの講義をウェブで受けておりましたので、えー、当練などで予備校にいたときに少し会話をするというくらいでした。 目にする人間といえば家族とあの管理会計のウェブ講義で見る池部先生くらいでした、あの池部先生、ご存知ですか、皆さん、管理会計の坊主の先生ですね、あの先生と家族だけがあの唯一声を人間の声を聞く機会という、そういった生活をしておりまして、まあ、あの非常に孤独な受験生時代でございました。 今は打って変わってクライアントの方々や監査チームのメンバーに囲まれて本当にいろんな人と一緒に仕事をしておりますいろんな人から影響を受けて自分の世界観も広がりましたそれに伴って物事への取り組み方というのも受験時代と今とで大きく変わったように思います受験勉強は基本的に自分のためにするものです それに対して仕事はもちろん自分のためではあるんですけれどもそれだけではありません。クライアントの人に何か付加価値を提供したい監査チームに貢献したい上司の負担を少しでも軽減したい今は少なからずそんな思いを持って仕事をしています。 誰かのために何かをすると人から感謝されたり認めてもらえたりしてそれがまた原動力となって忙しい時期でも頑張れたりするんですねそういった点が受験時代と今とで大きく異なっていると思います。 ただ一方で、えー、受験時代の人間関係というのは、えー、合格して就職した後もそのまま続いていくものですのであの私はまあ一人であの家で講義をウェブで見ていたんですけれどもあの皆様はです、ね、今の,あの人間関係今の生活というのを大事になさってあの合格した後に今一緒に勉強している仲間というのはあの一緒に仕事をする仲間にそのままなっていく。 ことともあるかと思いますので、ぜひ今を大事に頑張っていただければというのがあの受験自体を振り返っての私からの、えー、アドバイスでございます。はい、じゃあ結構皆さん家で1人で勉強していることが多いって方あ おーじゃあお腹もいっぱいあるじゃないですか。そうですねあの実は一人じゃなかったっていうこと、うん、人じゃない。はい、今わかりました。もうでもちょっとね見た感じわからないですよ全然ね家に閉じこもってたとかね。<laughs> まあ今日あの福岡からいらっしゃっていただいた方もいるんですけど結構渋谷なんかでも来たら大変ですねもう本当誘惑が多くてこのあと大変だななもう私だったら学校行かず映画見ちゃおうかなとかまあ思ったりもするんです結構あのね家でお勉強されてる方も多いと聞いてまあ今日は本当にお越し いただいてあのありがとうございます。またやっぱりですね誰かのためにね認めらあの仕事をしたり認められるっていうのはすごくやっぱり人間としてねあの大事なことですよね。そうですね。はい。<laughs> さっきやっぱり自己紹介のお金を数えた経験がいきましたっていうのはすごく面白くて会計士お金数えるの下手なんですよ。私もすごい苦手で冷や汗かきながら毎回実写とかしてますね。<laughs> そうですね会社の方の方があが数えるのが上手だったりということはありまして、まあ、先輩などでもこう1枚ずつこう出して数えていらっしゃるような光景をよく見るんですけれども、まあ、ちょっとその時ばかりは私ちょっと得意げにあのこうやって横に開いてですねあのわざわざちょっと横に開いてあの会社の方にアピールするんですけれども。はい はいじゃあもうレックの特典としてですね皆さん受かって実際あるときはあの木崎が代わりにあのやりますのでぜひですね皆さんあの木崎のところにですねお問い合わせいただきたいと思います <laughs> はいお待たせください、はい、ありがとうございますではですね三つ目の質問ですね、えー、今度野村マネージャーに変わります三、えー、つ目ですね、えー、会計士になって良かったことお願いしますはい。 会計士になってよかったことということで、まあ、会計士の魅力のような話になるかと思うんですけれどもやっぱりこうキャリアを重ねていくにつれてそういったことも変わってくるかなと思うんですけれども、まあ、例えば私が会計士になったばかりでまだ監査法人に入社したばかり仕事を始めたばかりの頃であればふ、まあ、普段はこうなかなか旅行なんかでは行ったことないような地方出張ですね出張なんかも結構ありますので出張に行ってその土地土地で名産を食べてですねいい思いをしたりですとかあるいはまあ受験生時代はこんな,かなか 彼女がでできなくてですね合格したら彼女ができたとかっていうですね、えーまあ、私じゃないかもしれないんですけれども、えーまあ、そういったいい思いをしたというのもあると思いますで一方で講談会計士としてのキャリアを重ねてくるにつれて、まあ、思いもいろいろ変わってくるところがあって最近やっぱり良かったなと思うことはあのいろんな人との出会いがあって触れ合いがあると、まあ、そういった仕事ができているということがあのとても良かったことかなというふうにあの思っています。はい 皆さん、会計士の仕事ってこうどんなイメージをされてますか今実あの現金ですね実際をするとかって私も苦手ですね間違えちゃって <laughs> あの、えー、大変なことになったことあったんですけれども会計士が間違えていたことあるんですけれども、まあ、そういったこともやりますし、まあ、あるいは書類を見たりパソコンを向かって電卓叩いて、まあ、そういったこともイメージされていると思いますでそういうことももちろんすごくたくさんあのよくやりますし重要なんですけれども結構意外にこういったあの形で,です、ねまあ、おしゃべりをしたり、まあ、プレゼンをしたりだとか、まあ、あるいはディスカッションをしたり そういういい機会って結構多いんですね、まあ、私もおしゃべり好きなので <laughs> あのすごくいいんですけれどもでじゃあ具体的にどういう方とよくコミュニケーションを取るかっていうとまああの 例えばそ、職会、その組織の中でいうと一番上はまあ社長がいらっしゃると思うんですけれどもまあ社長とも定期的にもちろん打ち合わせしますしまあそれだけじゃなくて例えば店舗のこう商品を棚卸しするという形で店舗に行った場合にはそれこそ場合によってはアルバイトの方とかですねそういったアシスタントみたいな方とコミュニケーションをするっていうそういう機会もあるんですよね。そういううい意味ではまあ非常にこう まあ上,下上下としても幅が広いですし場合によっては海外の人とコミュニケーションを取るそういった機会も非常に多くありますので、えー、とそういったことが非常にあのやりがいがありますし、まあ、わ私のアドバイスを聞いてそれがクライアントのためになっているというふうに思えればそれは非常に会計士になってよかったなと魅力的な仕事だなというふうにあの思っております。 はいまあ結構おいしいものね食べる機会も多くて私も月果今週大阪に行ってきましたが、まあ、大阪事務所の知人と会ったりお好み焼きを食べたりですねもういろんな要求をまあ大阪の人にしてですねもう依頼をしてあの毎回行くたびにですもう夜のことが先に考えちゃうとか <laughs> まあそういったまあふざけた <laughs> あのマネージャーとかもいます。また 実務補習所ですね皆さんが合格後3年間通う東京実務補習所も、まあ、合宿とか工場見学もあって非常に楽しいんですけど見てると、です、ね、もうみんな,なんかあの子が可愛いとか彼女がどうとか、まあ、そういう話ばっかりで,ですねうですもうちゃんと勉強をしろよと言いたくなるような <laughs> えそんな感じですよね、はいまあ、やっぱ受験生時代は我慢してたところもあると思うので、まあ、仕事を始めたからには、まあ、仕事はちゃんとやってもらいたいんですけれども <laughs> そのあと、ね、自由に使っていただいていいんじゃないかなと思ってますはいます。 ます。ではえっ、ー、と続きまして、えー、木崎スタッフですね。はい、えー。就職前の監査法人のイメージは、そして入社してどうでしょうか。お願いします。はい、えー。私の就職前の監査法人のイメージは、えー、とにかく山のような書類に囲まれてひたすら電卓を打ち続けるというものでした。えー、またとにかく忙しい仕事というイメージがありました。 就職した今実際に山のような書類に囲まれて仕事をしていますのであのその点はイメージ通りでしたただイメージしていたひたすら机に座って作業するだけの仕事ではありませんでした実際に監査に携わってみると会計の知識だけでなくクライアントについて理解をするということが非常に重要だということが分かります クライアントについて理解するためには、えー、担当者の方にお話を伺ったり、えー、実際にに現場を見に行ったりもします、えー。例えば製造業ですと、えー、工場の方に行って実際に製品を作っているような、えー、場面を見学したりですとかあとは建設業でしたら、えー、建設現場にし、えー、視察に行ってそこで、あのー、現場の写真を撮ってきたりですとか、えー、そういったことをいたします。 私は主に製造業を担当しているので出張で工場などに多さをする機会が多くつい先日も工場の方に行ってきました。そこで 工場,内工場内非常に広いのであの歩いて回るというのはなかなか困難ですのであのバスの方で工場全体を回りながらあの工場の方がバスに乗ってバスガイドさんのようにあの解説をしてくださるんですねあのこちらがあの何を製造しているところであのこちらは何をしているところですというような形であの解説をしてくださるのを聞きながらあのバスの方で工場内を見学いたします。 また途中で降りてあの新しくできたプラントを見学させていただいたり、あのあとは、えー、工場の方であの工場の PR ビデオのようなものがありましたあのまる工場の歩みみたいな形のそういったあの工場のビデオなどを、えー、見せていただいたりいたしました。えー、このように監査は頭を使うだけではなくて、えー、目で見て感じたり、時にはあの足を使って動き回ったりですとか。 えー、そういうこともあって自分がイメージしていたよりもずっと刺激的で楽しい仕事だなというふうに感じるようになりました、えー、忙しさについても、えー、確かに繁忙期というのは忙しく、えー、仕事中心の生活になってしまうんですけれども、えー、夏休みについてはあの多めに取れますのでその夏に多めの休暇を取って旅行に行ったりゆっくり休んで気分をリフレッシュしたり することができます全職の銀行と比べると年間を通じての休みというのは今の方がはるかに取れているなというふうに感じますこのように忙しさについてもメリハリが効いているのでプライベートも充実させられるなという点が入所してイメージが変わった点ですはいそうですねああのまあ、私会計士に一番必要な力何かと聞かれたらも 体力ですね。もうほん移動が多くてですね。あと、皆さん電卓の話で撮ってましたけど、利き手と利き手で叩いてる方。あいた <laughs> 逆で叩いてる方はい、そうなんですよ。経理の方からですね。もう会計士さんは皆さん逆ですねと。とあの言われたりですね。まあ、そういったとこも結構資格の特徴かなとあの思ったりもしてます。はい、では続いてですね。えー、伊藤スタッフからですね。 はい、EY 新日本に入ってよかったことをお願いします、はいえー、と私はです、ね、本当に毎日 EY 新日本に入ってよかったなって思うことがあるんです。というのはもう一緒に働いている方がもう皆さん素敵な方たちばかりであのどうしても新日本って聞くと皆さん硬いとか。 真面目で地味でみたいなことを言われるんですけれども実際入ると本当にそんなことはなくてもう期待を裏切られるようなもう個性的な方たちが本当に多くてですねあの、まあ、パートナーの方とかとてもしょっかいが上であのすごい恐縮してしまうんですけれどもそれでも。 あのいつも冗談を言って現場を和ませてくださったりですとか、まあ、チームを引っ張るあの主査って言われてる方とかあとマネージャーさんはもう本当にスタッフみんなにあの心を配ってくださって面倒見がよくてですねでまあチーム内でも本当に風通しがいいというかあの思ってることをちゃんと伝えられるような環境ですしもう 本当に毎日そういう環境で働けることに感謝してますでもう一つは全然別の話になるんですけれども私は去年個人的に旅行でイギリスのロンドンに行ったんですけれどもそこであの有名なビッグベンっていう時計台を見に行った時にこうふと時計台のこう川の反対側を見たらもうすごい大きい「EY」って書いてある。 看板とそのオフィスビルがありましてでも本当に興奮してしまって一緒に行っていた友人に「ああ私あそこの EY にまえてるんだよ」って自慢してしまったんですけれどもまあその時に思ったのがあのまあ日本の EY 新日本に私は就職したんですけれどもそれと同時にまあ世界の EY のメンバーの一員になったんだなと思って本当にまあ 祝いし日本に入って良かったなと誇りに思いました。はい、そうですね。私もあの結構夫と海外に行ってはいろんなところの祝い写真撮ったりですね。ちょっと周りから見たらあのちょっと変なカップルみたいな感じで、<laughs> あのそういうこともあの実はしてたりします。まあで、ね、もうパートナークラスになると毎日。 もう祝いいわいいわいって念仏を唱えるぐらいですねもういいわい大好きということでですねまたあとはあのやっぱり今日女性来てますけどもまあ女性の方はですねまあ育休産休とか伏線型勤務ありますしまた最近だともう育免もたくさんおりますのでまあそういった制度の充実の面でもですね新日本非常にあの働きやすい職場となっておりますでは最後にですね野村マネージャーから、えー 将来のキャリアパスについいいておお話をお願いしますはい、将来のキャリアパスということで、まあ、私が今後会計士としてどんなことをやっていきたいのかということなんですけれどもまあその前にちょっとこれまでの私の経歴をですね簡単にお話しさせていただきますと私は2004年合格ですので、まあ、大体10年ほどのキャリア。 になるんですけれどもその間じゃあずっと監査法人で監査の仕事をしてきたのかというといや全然そんなことはなくて途中3年間あの一般の事業会社に出向してその出向先で仕事をするということも経験していました。 まあなので監査はその間は全くやってなくてまあ監査を受けたりですとかまあ実は受けることもそんなにやってなかったんですけれどもいろいろ何をやっていたかまあ話すと長いんですがその中で特徴的だったのは例えばえ新しく中国でその子会社を作るというプロジェクトがあってまあそのプロジェクトにこう参加してえお前行ってこいという形でこう毎月上海にいてですね中国人と戦うと戦うはちょっと言い過ぎました <laughs>。ココミミュュニニケケーーシショョンンですねえ中,国人中,国 <laughs> 中国の方とをしながら まあ新規に会社を建てるというようなプロジェクトもやっていました。で、まあ、こういったことをしているあの会計士はですね、そんなにこの監査法人の中でも多くはないんですけれども、あの監査とはちょっと違うキャリアをあの。 も持っている経験をしているあの人間というのは会計士というのは、まあ、たくさんもいるんですね監査法人の中でなのでそういう意味では、まあ、みんなそういうちょっと監査だけじゃなくてそれ以外のプラスアルファの部分をが何なのかどういうところが強みなのかっていうのを考えてもうおそらくキャリアパスっていうのをかあの皆さん考えてるんだと思いますで、まあ、私もやりたいこといっぱいあるんですけれども、まあ、ちょっと今日もいろいろ話出て,出てましたが私は次にやりたいなと思ってるのは海外駐在を やりたいなと海外に駐在員として行きたいなというふうに考えています。でこれもまあ私が出向していた時のまあ経験から基づいてるんですけれどもそのまあよく日本企業をグローバル化しているとかも,うもはや日本だけでもないですけれども、まあ、ビジネスもグローバル化してますし、まあ、拠点自体ももう複数にあの国にまたがっている状況だと思うんですけれども一方でそのまあ日本と海外だったりあるいは海外間であったり、まあ、十分にコミュニケーションが取れているという状況ではないんですね。まあ あの平たく言ってしまえば正直あの言葉も違いますし文化も違う、まあ、そういった人たちが正直、まあ、何言ってるかわからない何を言おうとしてるのかがからないっていう状況がやっぱり各社各クライアントにはそういう問題を抱えているっていうのが実情だと思ってます。 でまあ、そういう意味で、まあ、そういったところを少しでもサポートし,たしていきたいという意味で、まあ、公認会計士として出向することで、まあ、会計だとか税務の面というのはもちろん当然なんですけれども、まあ、それ以外の面でもあの、コミュニケーションをサポートできるような存在に、えーまあ、次はなりたいというふうに考えています。で、まだそれでは終わりではなくて、ま、そ,の次その次ですね、えー、海外駐在を経験したら、それも踏まえて、まだその次もあるというふうに、えー、私は思っています。 ずいぶんあのねスクーターでしたっけ原付でしたっけ。<laughs> であの水道場所を変えてたときとずいぶん違いますね。<笑><笑>池袋と水道場所全くてうんですけどね。えー、ねはい。読売広がりますね。はい、<laughs> まさにあれですか行きたい場所はどこですか。<laughs> 私はあの個人的には東南アジアに行きたいなと思って、<laughs> やっぱ暖かいところがいいなと思ってまして、<ー>さっきロンドンの話もありましたけど、寒いところよりも私は暖かいところに行きたいなと。まあイワイの本場皆さんロンドンにありますので、ぜひ皆さんもはですねロンドンを目指してください。<laughs> はい。 ではあの用意した質問は以上となりますはい、えー、パネルディスカッションの方結構あの笑いも起きる楽しいお話聞かせていただきまして本当にありがとうございました、えー、ちょっと時間が23分ございますので、えー、ここで、まあ、全体質問ということで質疑応答の方を、えー、行いたいと思うんですけどもどなたかご質問ある方ちょっと、えー、この質問 渋谷の会場の方だけという形になってしまうんですけども、えー、質問ある方いらっしゃったら、のただいまの質問なんですけども、えー、仕事をしていく中で大変だったことと、あとは仕事に対するやりがいですね、こちらの方についてお聞きしたいということなんですけども。えとまず大変だったことなんですけれども、まあ、正直、毎日大変なんですけど。<laughs> <laughs> 大変でもありやりがいを感じる時でもあるっていうんですかねそのやっぱりそのクライアントの方とコミュニケーションがなかなかうまくいかなくてこうなんですかねこっちの主張とあちら側の主張がうまく折り合わなかった時とかは結構つらい思いをしますけれども、まあ、それと同時に、まあ、ちゃんときちんとこう私たちの主張もお伝えして 相手のお話も聞いて、真摯に対応することで、まあ、お互い分かり合えた時が。まあ、やりがいを感じる時でもあります。はい、こんな感じでよろしいですか。どうぞ、は、はい、ありがとうございました。えー、っと、ちょっと今日はお時間が、ああ、いっぱいいっぱい。 いいな感じですので申し訳ございません今回につきました全体の質問質疑応答についてはこちらの方で終了させていただきたいと思いますそれではですね皆様最後に本日ご講演またパネルディスカッションご参加いただきました柴山様砂塚様野村様伊藤様そして木崎様こちら5名の皆様に拍手の方お願いいたします はいありがとうございましたはい、えー、以上でこちら、えー、講演会の方を、えー、終了させていただきます皆様どうもありがとうございました。